スティーブルカサーはアメリカ合衆国出身のミュージシャン、ギタリスト、シンガーソングライター。主にソロや同国のロックバンド、TOTO のメンバーとして活動。スタジオミュージシャンとしても数々の有名アーティスト作品に客演しており、リンゴスターヒズオールスターバンドのメンバーでもある。TOTO 結成以前からスタジオミュージシャンとして活動し、ボズスキャックスや、 オリビア・ニュートン・ジョンラのアルバムにも参加した。様々なシングル、アルバムで彼のプレイを聴くことができる。どのジャンルの音楽も、スタジオに来れば秀逸なギタープレイで演奏すると言われ、音楽プロデューサーやアーティストから絶大な信頼を得ている。7歳の頃、父親からアコースティックギターをプレゼントされ、ギターを弾き始める。1970年代からスタジオミュージシャンとして、 活動を開始、ロサンゼルスを中心に様々なアーティストの楽曲に参加する。共にスタジオミュージシャンとして活動していたジェフ・ポーカロ、デビッド・ペーチラと1977年に東東を結成、翌年にファーストアルバム宇宙の騎士を発表する。1989年、エドワード・バン・ヘイレンやスティーブ・スティーブ,スィーブンスなどがゲスト参加した初のソロアルバム、 ルカサー発表。2008年に TOTO トトが活動停止するも、2010年にスジー縮清即作、高架賞を患ったマイクポーカロの救済を目的として再び指導。2012年、リンゴスターヒズオールスターバンドに参加し、以降もツアーメンバーとして席を置く。TOTO トト前世紀時代ロックをはじめとして、ジャズやフュージョン、AOR など、 あらゆるジャンルの音楽を弾きこなすミュージシャンであり、TOTO でもその演奏能力を遺憾なく発揮している。ギタープレイでは難解なソロからジャジーな指弾きまで幅広くこなす。また彼のサポーターで旧友のボブブラッドショーたちとの協力関係で1980年代から1990年代に主流となったアンプやエフェクターをラックにまとめたラック式。 ギターシステムなどの開発にも貢献した。現在のメインギターはミュージックマンから出ている自身のシグネーチャーモデルルーク。かつてはギブソンの ES-335 やレスポール、アイバニーズ、バレエアーツなども使用していた。アコースティックギターはオベーション製である。近年はヤマハのアコースティックギターを使用する機会が多い。アンプはフェンダー、マーシャル、 リベラ等を経て、現在は、ボグナーのエクストシーをメインに使用している。ギターのピックは、オリジナルマンドリンタイプのとても小さいものを好んで、使う。以前、ヤングギター誌で、ピックの特集がなされた際、掲載されたギタリストの中では、最小のピックを使っていた。彼は、そのピックだけで、ソロやリズム、カッティングまで全てを弾きこなすという。 自身のサイトの解説によれば、15から16歳の頃からずっとこのピックを使っている。ギタリストとしては、ラリー・カールトンや、ジェフ・ベック、リッチー・ブラックモアを敬愛しており、カールトンとの大阪での共演を収録した、ライブアルバム、のサブスティテューションズ、ライブイン、大阪は、第44回グラミー賞で最優秀、ポップインストゥルメンタルアルバム賞を受賞した。また、 ビートルズの熱心なファンでもあり、ビートルズの音楽に触れたことが、ミュージシャンを志す、きっかけの一つになった。後に、リンゴスターヒズ・オールスターバンドのメンバーとして起用されている。また、ボーカルも担当し、東東での楽曲の多くにおいて、自らボーカルを取る。ファーストアルバムの、宇宙の騎士から7作目の、 ザ・セブンスワン n s 第7の件までの頃は、クリアな声質だったが、ジェフポーカル最後の参加作品となったアルバム、キングダム・オブ・デザイア欲望の王国から、突然、低く太いしゃがれ声に変化した。すべての曲でしゃがれ声になったのは、1990年代半ばのアルバム、短文あたりからである。他多数、ありがとうございます。